はい、お電話出ました。もしもし、私神戸市保健所東部衛生監視事務所の菊田と申します。はい、はい、淡井圭介様の携帯電話でよろしいでしょうか。はい、コールセンターの方にご相談のありました、はい、飲食店の食品の管理についてということで、はい、いただいてた件でお電話させていただいてるんですけれども、はい、今お話ご紹介してもよろしいですか。はい、はい、今回北区の有野町の方の松屋さんの方を利用されて、そちらでのこう食品の取り扱いで、ちょっと不衛生なんではないかということと、ご自身ちょっとジンマシンの症状が出られているということで伺ってますが、そうですね、はい、間違いないですかね。はい、はい、でこちらの施設ですね、こちらの保健所の方で、そういった同じような身体異常の苦情がないかですとか、あとは実際現地でどういった食品の取り扱いをされているのか、今回淡井様からお伺いしているのが、そのドレッシングとかのその常温での使用っていうのは大丈夫かいうところとか、そのあたりで、はい、ですからね、そうですね、温度管理、改善後は用冷蔵っていうものもね、やっぱ確かに多いですので、そちらきちっとした形で保管ができているのかですとか、そのドレッシングに限らずですね、食材の取り扱い、はい、はい、多分もう何日に出したか、もう働いてる人、パートさんとかアルバイトの人たちばかりじゃないですか、はいはい、多分もう分からなくなってると思いますよ、いつだったか、はい、そのあたりもですね、例えばその開封の記録ですとか、実際じゃあ開封してからどれぐらいでこう期限としているのかですとか、そういったところも含めまして、お店の方での取り扱いについては確認の上、保健所の方からですね、衛生上の何か指導すべき点がありましたら、こちらの方からそういった指導はしておきますので、はい、はい、なので今回ですね、その施設の取り扱いについてはそちらでご了承いただきたいのと、お体のことにつきましては、ちょっとこちらの方でですね、どうこうということがどうしてもできないので、もし例えばジンマシンがどうして収まらないとか、もうずっと続くようなことは、いや、もうそこに食べに行けないんで、ある程度は大丈夫です。実は他のお店でも、はい、それはこの間ちょっと別のところで出たところは出ましたね、はい、あ、そうなんですね。だから全体的にその食料に関する扱いがしっかりできる方たちが各店舗にしっかりとまずいるか、はい、それだと思うんですよね。しっかりとノートつけていただいて、はい、どういうふうに仕事するべきか、僕もともとホテルマンとかしましたので、神戸市立ホテルフルスラーパークや大阪ヒルトンホテルやウェスティンなどで働いてましたので、それはもう食品衛生についてはね、しっかり知識を持ちながら気になる、それは若い頃にしっかりと最初に言われました、ドレッシングは絶対冷蔵庫に入れとかなきゃならないと、で、はい、サラダを出す時に、はい、その時にかけて出すものだと、はいはい、もしもし、はい、すいません、お電話途絶えてしまったみたいで、そうですね、なので余計そうですよね、ご自身がその食品の取り扱いに昔ね、お勤めの施設でかなり気をつけてされてたということなので、ご心配になられることも多いのかなとは思うんですけれども、実際聞いてみたんですけど、はい、やっぱりみんなボーナスとかもらえない状態みたいですね、はい、だからね、やっぱり、ね、システム的にどうなってるかわからんですよ、はい、この辺りってスーパーマーケットが何軒か増えて、で多分そこの その消費期限が迫ってきたものを松屋さんが買い取って、で牛丼にしてるんだとは思うんですけども、一応ねこれはごく稀なんですけども、牛丼だけで食べた時にほとんどは大丈夫なんですけども、1回はジンマシンに出たことはあるんですよ。だからこれスーパーマーケットのその販売の仕方も一応近くにあるイオンさんには以前言って、で一応冷凍庫とかに蓋がつくようにはなったんですけども、はい、あれしとかなかったら、もともとスーパーマーケットも冷凍物も本当は腐るし、はい、缶詰も本当は腐るんですよね。だからその辺のところ、各職場しっかりと固めていただきたいという部分もありますね。はい、イオンさんはもう対応していただいたところですね。はいはい、じゃあその近くの複数の施
施設さんの方にももうあの淡井様の方からこうお話というかはされてる。そうですね、いくつかされてるところがということですね、はい、あ、承知しました、はい。なので今回その、こちらのですね松屋さんの方にはまあこの後あの施設さんの方に調査という形でさせていただくんですけれども、はい、あのそちらにあの淡井様にご同行いただくということはあのこちらとしてはあの難しいので、こちらの方でちょっと独自でと言いますか、あのはい、行かせていただく予定にはしております。そしたらね、はい、あの経営者の方に昔の、はい、あの吉野家さんの売り方が、はい、あの方法が一番効率良かったんですって教えてあげてもらえますか。あの余計なあの立ち場の式あるでしょう、 あれをすることによって普通 の、はい、あの一般的に椅子とかあのテーブルとかが並べられている状態になってしまって、昔吉野家さんは従業員の方がカウンターの内部を歩いていて、その両サイドにお客様の席があると、だあれで目もお客様にスッと料理を出してスッと、下げれることができると、効率性がすごく良かったんですよね。だからその辺のところをああいうふうにちょっとまあ多分テレビだと思うんですよ、みんなあの、はい、タッチパネル式がブームになって放送してしまって、はい、で見てる人たちが誤解をする、経営者が誤解をする、ああそういうものなんだなと思って、昔の回転寿司と同じですよ、で結局、はい、人間がすればよかっただけのことで、ちょっとした工夫でよかったと、はい、あのその大阪ヒルトンホテル、まあ、今はどうなってるか知りませんけども、当時1999年の頃働いてたその私の頃は伝票の手書きですね、はい、関西ナンバーワンの売り上げを誇るレストランで、はい、まあ、1日の記録も1月2日にまあ更新はして468万消費税とサービスは別で込みだと550万ほどですね。だからそういうふうなところでも働いてましたので、はい、まああのまあ、どこの仕事場もその自分の仕事のところでもう一つよく分かっていらっしゃらない方たちがたくさん見受けられる。これはもう昭和63年人材派遣業法が出来上がってそういった状況は加速してますね。仕事場がたらい回しになってますんで、はい、IT 関係も人材派遣業者の人たちばっかりほとんど働いているのが、でホテルマンも本当はもともと人材派遣会社の人たちがまあ、披露宴とか大多数を占めてるんです。で、はい、医療関係も看護師の人たちも人材派遣会社の人たち多いでしょう。で、介護関係もそうですし、あとは、まあ、バイトルとかテレビの CM を見てるともう何でもかんでもの職業まで扱い始めての人材派遣会社を行うと、その職業についてそんなにみんなそこまでたくさん詳しく覚えれないじゃないですか。専門性、派遣する、はい、人材派遣会社の人も正直一人一人のことを何がどうなってっていうことはちゃんと言ってもらわなかったら我々も管理できないっていうのが、あの、まあ、どこもあのどこの人材派遣会社の人も実際それが現状ですから、まあ、僕もそうだろうなとは思いますが、あの実際登録している人たち例えば100人ぐらい抱えていて、まあ、出勤日聞いてシフト組んで、で誰がどうなってるかって管理できるかって言ったらその数が最初からまあ無理だなっていうのはもうなんとなく分かりますね。はいはい、あと1点だけね、あの、あ、はい、もう来ないでくださいって言われてしまったんですけども、それもまた行っていいかどうか聞いといてもらってもよろしいですか。ですね、保険者の方であのそういったことについてちょっと介入するっていうのが難しいんですね。で、はいはい、その衛生的のお話っていうのはさせていただくことはできるんですけれども、先ほどのその、 あの食品の提供のタッチパネルの使用の有無とかそういったことについてもちょっとまあこれについては企業さんの方針になってしまうので、それでね、あの衛生上の危害が発生してってなったらそこを、まあ、あの改善っていう形でお話持っていくことはできるんですけれども、まあ、ちょっと行ってみて現地で
まあ、それを起因とするような何かその衛生上のリスクが考えられた場合を除いては、ちょっとその提供 の, あの立場での件についてはうちからお話しするのは難しいのと、その入店についてもちょっとこちらの方で、こちらの方の入店今後いいですかどうですかっていう話っていうのを我々の方からさせていただくこと、ちょっと行政の立場としては難しいので、それに関してはちょっと申し訳ないんですけど、あの対応いたしかねます。ああそうですか、わかりました、はい、申し訳ございません。で、あの指導の内容ですとかいつ立ち入りとかっていうのもちょっとあのこちらの方であの責任持ってさせていただきますので、ちょっとご報告っていうのは難しいですね。正直、正直ね、それを認め、はい、認めればいいんですよ。よくわかってる人が、はい、たびたび店に訪れることによってで、まあ、行政機関に通報して、はい、で、なんとかキープするの形式じゃなかったら無理だと思いますよ。裁判所だって、裁判番号は残りますけども、5年経過したら記録を消しますから、まあ、僕もあの書類の山、まあ、それはそうなるだろうなとは思います、実際のところ。だから、継続性っていうものを保とうと思ったら、そういうふうなところ、来ないでって言われた人たち、あなたたち何言ってんの、破産したら、結局、裁判所行って破産法使うんでしょっていう話なんですよ。みんなの税金で仕事したんでしょって、はいはい、横領事件と変わらないじゃないっていう話、まあ、そこまで別にもう今の働いてる人たちに詰め寄る気はないんですけども、どこもみんなそんなに大した支払いもらってませんから、はい、住居手当がないのなんてもう今時は当たり前じゃないですか。扶養手当とかも、まあ、ボーナス、まあ、ボーナスも正直大手大企業ぐらい、大手大企業でも一時期はなかなかほとんど1月分2月分しか出てない時期もありましたからね。それも人材派遣会社の人たちをだいぶ呼ばないでっていうような形で、これが社会の現実ですからね。まあ、その辺のところ上に話を上げてもらって、はい、その入店拒否したところへ入店できるようにするべきでしょうね。で、そのこういうふうに通報するような人間、まあ、冷静にああした方がいい、こうした方がいいっていう人が店舗に来ることによって、その店舗は改善されるんだと思いますよ。ご指摘によってということですね。ええ、だから人がやっぱり変わっちゃうから、はい、働いている人が、だからやっぱり同じことが起きてしまう。その松屋さん の, その食中毒事件に関しては以前からテレビで放送されてるんですよ。だから経営者がまず自分たちの仕事の仕方を分かってない最悪経営者の人が変わってるんじゃないですか。また会社の東京会に行ったら設立日が変わってたりとかして、会社さんの登記事項についてはちょっとこちらでは申請に関する部分しか分かりませんので、はい、なのでちょっとそちらの点についてということになると、ちょっと保健所の方では対応しかねる内容になるのかなとは思うんですね。なので今回、ま、お届けいただいた内容でおっしゃってるように、その松屋さんの方で、まあ、衛生上の懸念事項があれば、そちらに関してはこちらから、まあ、改善できるように指導はさせていただきますので、はい、そちらについてはこちらにお任せいただいたらと思うんですが、入店の鍵というところはちょっとこちらでは窓口の、いや上の方に上げてもらって、そうしたらやっぱり無理だと思いますよ、はい、でこれ喋ってる内容って録音できてます？終わった後ボタン一つで保存とか。あ、こちらがですか？ええ。あ、もうこちらでですね、録音とかさせていただくときは、もう事前に通知した上でさせていただくことになるので、今回に関してはしてないです。それね、はい、最初から録音するような形にしといた方がいいですよ。で、その後、入れなかったら削除するような形で、ボタン一つで、それだったら手軽ですから、で、上の方の人にね、はい、現場の、通報してる人がどういうふうなことを言ってるかっていうのを、はい、そのまま多分聞いてもらった方がいいと思うんです。っていうのは、
喋っていてね、はい、もうあの10本15本経過してると思うんですけども、はい、もうそうなってきたら全部が全部覚えれないでしょ。だからある程度間省いての話を上の人に上げてしまうから、はい、やっぱり喋ってる声が上まで届かないっていう形が出来上がっちゃってますんで、はい、そのシステムを導入していただきたいですね。今電話かけ放題のプランでは、はい、あの貴重なご意見として頂戴しておきます。あの、まあ、神戸市の代表の方でしたら、あのもう事前にそういったアナウンスを流して録音させていただいているっていうケースもあるので、まあ、そちらに関してその当初からこう連絡させていただく時のアナウンスあれ流さないでいいです。流すから余計な手間かかってみんな通報めんどくさくなるから、だから流さないで録音をするだけ。だから今のスマートフォンはもうたどり着いてるんですよ。あの、はい、終わったら自動で自分で録音をあの保存するかどうかを決めるんです。はい。もともとそれいいんです。はい。あ、はい、なので、はい、そういったご意見として、あのまあ、あの報告書として、まあ、署内で、あの一番上のものまで、あの文書としては報告しておきますので、はい。はい、あと、そしたら、はい、ご対応よろしくお願いいたします。承知いたしました。はい、では失礼いたします。という内容なんですけども、あのまず担当者の方がね電話出られて名前名乗ってないんですよ。で、まあ、ちょっと自分のことが忙しかったからもうやっとね春山整骨院が店閉まって、人が来なくなってるんでね、やっとまあ以前の対応ができるようになってきたと時間的に。で、これね、そのシステム的にやっぱり僕は途中で言った通り、そのスーパーマーケットで食べ物並べすぎなんですよ。あの人口はずっと減ってるんです。で、団塊の世代のニュースを見て皆さん勘違いされてますけども、人口減っていて1億2000万人の人口っていうものは満州国と朝鮮半島と台湾を併合していた時の人口なんですよ。で、間違いなく日本、今の国境で言うと6000万人いないんです。で、1年間で生まれてきてる人の数が、今男性と女性が日本全国で10万人ずつくらいしかいない可能性が高い。まあ、20万人っていう表記は、まだ満州国の範囲の人たちと台湾と朝鮮半島、要するに北朝鮮と韓国ですね、そういったところの全ての人の出生してる数の可能性があります。で、これもともと考えたら分かるんですけども、例えば高校野球なんですけども、今、まあ、春の選抜でもともと予選からの、参加してる高校の数が今もう3900校確かなかったと思います。3700台か800台ぐらいなんですよね。じゃあ1年生から3年生までいらっしゃる、で、人口1万人に対して高校1つぐらいかなと。じゃあ、まあ、もう少し言うと、いや、本当はね、3万人から4万人に対して高校1つかなとも思ったんですけども、まあ、近隣の、人口の少ない市とかを見たときに、高校の数が、2つか3つか、まあ、その3だしなんですけども、行政発表は10万人なんですけども、人口。だけども、実際の家の件数は1万件しかないんですよ。それぐらいしか。で、それだけ人がいるかって言ったら、いません。どう考えても。だから、もともと高校は2つか3つなんですよ。で、今、それはもう今から20何年ぐらい前の知識であって、現在2つの可能性も十二分にありますね。だから、それ考えたらね、スーパーマーケットも出てもこれ以上作ってはならないのと、スーパーマーケットに食べ物並べすぎなんですよ。だから、ジンマシンが出るようなものがスーパーマーケットで平気で売られています。だから例えば昼間 30% 引きのお惣菜を買ったら、昨年まあ何回も経験させられたんですけど、100発100中で、ジンマシン出ます。神戸市北区藤原台のイオンモールです。それは担当者であった前田という名札をつけてる人に以前言ったんですよ。で、一応冷凍庫に扉がつくようになったんですけども、本当は冷蔵関係のところも扉つけておかなきゃなんない。で、あと過剰生産で常温で食料を
お弁当とかを販売してますけども、それは早く腐ります。普通に考えたら分かることです。そういったことを当たり前のことができていません。でそれは蓋付きじゃないきゃならない。冬になったら暖房入れるでしょ。でエコールリラっていうのが隣に隣接していて、そこからの暖気も流れてきますから、そもそも、冬場は1階に、暖房入れちゃダメなんですよ。外から歩いてきてる人は普通ですから、上着とか着てるでしょう。だから冷房なんか入れなくていいんですよ、そのエアコンの方ですよ。あ、じゃあ、暖房なんか入れなくていい。だからね、途中でその入店できるできないに関してこちらでは、対応できませんっていうことだったんですけども、それはもう飲食管理という立場ですから、飲食店の管理をする立場ですから、それはもうちゃんとストアマネージャーのものから、謝罪の電話を、させるべきであると。でそれからね、品物、これはもう各飲食店、についてのアドバイスなんですけども、人口は結局ずっと減少してるから、あとは合併しかないんですよ。新しく飲食店出しちゃダメなんですよ。で、建物の老朽化とともに、倒産していくと、そういうふうな形になります。で、売上の出し方としてね、品物を増やしたらダメなんです。品物を増やしたらお客さんが来るとか言うでしょ。例えば、私がこの通報した後ね、ビーフシチューがどうとか、そういったものを松屋さんがね、のぼりと言われるあの旗を、立てて、宣伝してますけども、現場はたまったもんじゃないんですよ。扱う食材とか増えるから。だからそれをそうしてしまったのがタッチパネル式であって、手書きの伝票でよかったんです。もともとタッチパネルとか無駄な電力とか使ったり、設備投資に使ってるお金がある。その設備投資をするのに、例えば、大きな、システム、ドライブスルーのシステムもそうですけども、タッチパネルとか、あれらで合計100万かかったとしましょう。その使用される電力、例えば、10年間もプラスして。じゃあね、純利益で100万出そうと思ったら、牛丼何倍売らなきゃならないか考えてみたことあります？ないでしょう。雇用助成金に頼ってるからそうなるんですよ。コロ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 一人で変えて。だから経営の仕方が全く分かってないのと、なぜ吉野家さんがもともと牛丼一筋だったのか、効率性を高めるためですよ。だから作り手とその表の方の人間を一人一人ぐらいで、現場忙しかっても二人で回すと。で席数といっても20席ぐらいだったんじゃないですか。ただ回転率は良かった。早く出す、早く食べ終わってくれる、一人のお客様に対してだいたい15分ぐらい。だから店は回ってたし、あまり並ばなくても良かったし、お客さんの回転が早いですから。だから3回転、4回転っていうことができていた。牛丼一つに絞るべきですね、牛丼屋さんは基本的に。品物をどうすれば高い純利益を出せるかっていうこと、あとエネルギーの残存量問題、頭の中入ってない人は経営してるでしょう。石油は僕が若い頃、20歳ぐらいの頃、1977年生まれなんですけども、1999年かな、それぐらいのデータで、8年か、それぐらいのデータで、その年の世界国勢税のデータは、数年前のデータになりますから、石油の世界の技術的採掘可能埋蔵量は69年分で、2011年のデータが、59年分で、2022年の、データが、54年分。今もう2024年なんですよ。先々掘っていく部分まで計算入れて世界的技術的採掘可能埋蔵量を出しているのであって、手書きの伝票ぐらいで物事を収めてもらわなかったら困るんですよ、飲食店ごときで。私は大阪ヒルトンホテルで働いていましたけども、品物の数見たらびっくりしますよ。単品の数100何十種類、それプラスコース料理、
ホテルと従業員のものが、まあ、ホテルと従業員っていう言い方をしたのは、まあ、基本的に各部門で分けてるからです。レストラン部門とバンケット、まあ、宴会場、そこは宴会や披露宴とかを行うところ、あとは宿泊、この3つの部門でホテルは成り立ってるんです。でその、王朝という大阪ヒルトンホテルで働いてましたけども、まあ、関西ナンバーワンの売り上げでした。年間、その当時、1つのレストランだけで5億円ほどありました。そこはけどコース料理にね、例えば宿泊されたお客様、コース料理をまあ3つぐらい用意していて、そちらの方にうまく誘導していくんです。各お客様が単品を、その百何十種類もある世界でね、一人一人別の品物を注文されたら、キッチンはこれ絶対回りません。コース料理で同じようなものを作っていただくようにホールの方で誘導してるから、だからそれは成立できるんです、店の運営がね。あとキッチンさんは料理の味をしっかりと保つことであって、クオリティの高い、食べ物を提供すると。でこれはホテルマンならできてるんですよ、大体どこのホテルも。まあ、高級ホテルの世界ですよ。だけども一飲食店になるとテレビを見てみんなおかしくなるんですよ。品物を増やしたら売り上げは上がるけど純利益は下がるなんですよ。だからその辺のところで、状況をよく分かっていただいているのかどうかで、これもう昔結論出してるんです、僕は20歳過ぎの頃に。それは世界中の政府上層部の人たちとか国会議員の人たちとかで、私のこと知らない人間はまずいません。知らない人は世界上層部の人でありません。スーパーマーケットで牛肉とかを豚肉も含めて並べすぎてるんですよ。人口はずっと減ってるんです、各町で。じゃあ並べる量を少なくしなきゃならない。日本は牛肉とかを海外から輸入させていただいてるんです。小麦なんか数年前で、約5、6年前で輸入量が400何十万トンだったのが、コロナウイルスとかで経済が、しっかりと回らなくなって、経済を回せって言ってるんじゃないですよ、それは無駄な消費につながりますから。小麦の輸入量が500何十万トンまで増えてるんです。日本頑張らなきゃならないのは農業なんです。それもガソリンを使わないで桑で畑を耕して、正直か、まあ、経営者の方で、役員の人で、ね、松屋さんの運動部だった頃の記憶あります？正直ね、桑で畑耕すぐらいに10メートル×10メートル、1時間ぐらいで終わると思いませんか？できますよ、それぐらいで普通で。しょうもないことにガソリンを使用しすぎてたんですよ。コンバインとかトラクターを作るのに大量のエネルギーが消費されてます。金属も錆びていきます、消滅します。これじゃあ未来どうしようもありません。ちなみにガスに関しては、ガスの世界的に技術的採掘可能埋蔵量は49年なんですよ、2022年のデータで。それ先々掘っていく分を含めてなんです。で、石炭は100年分ほどありますけども、それは代替エネルギーで使用していかなかった、これも物事どうしようもありません。で金属に関しても深いところから掘っている以上、今はまあ金属の採掘地点が何百メートルそことか何千メートルそこにまで到達しているのか分からないですよ、分からないですけども、それ引っ張り上げるのに地上に出してくるまでに大量のエネルギーが消費されます。加工するのに、溶かすのに大量のエネルギーが消費する。これも追いつかないんですよ。エネルギーの消費はずっと加速していて、20国籍30国籍の人が増えていて、世界の人口は増えていただけ、本当は減ってます。だ韓国の人口も、5000何百万人という表記してますけども、ほとんど日本人です。先ほど言いました朝鮮半島と台湾と満州国と日本の総合人口は1億2000万人。だから普通に考えたら分かるんですよ。高校野球の話も先ほどしましたけども、ああ、大体そんなものなんだったなって。だから全国分かってなかったら、経営なんか絶対失敗するんですよ。その町にどれぐらいの人が住んでるか、自分で歩いて見て回ってないからそうなるんです。車なんか乗ったら負けなんです。いろんな意味で。エネルギーを余計に消費する。日本中どこでも電車バスとこで行けますよ。
山の中、極端なあの山の中に入っていかない限りね、それでもあの電車バス徒歩で行く人は行きますよ。山登りの人はそうですからね。まあ、自分で歩いていたら街の風景が分かるから、あ、ここもすぐ倒産したかと、あ、これ出店するだけ無駄だったんだなっていうことが分かるんですよ。結婚出産までたどり着いてる人が、まあ、昔は2分の1ぐらいだったのが今は3分の1以下なんじゃないですかね。もしかしたら4分の1の可能性もありますね。すごい勢いで少子化が進みました。それはもう僕の方で街中を撮影してるから、建築業界はどれぐらい狂ってるかって言ったら、買い手がいないのに、先ほど言いました男性と女性が生まれてくる人の数が1年あたり10万人ずつぐらいなのに、日本の今の国境内ですよ、神戸市内だけで、神戸市の兵庫区と中央区だけで、僕は一区間の駅とかを歩いたりしての撮影だけで、空きビル、新築のですよ、まあ新築といってもまあ築何年か経過してますけども、ずっとビル作り続けてるんですよ。僕は生まれも育ちも神戸市兵庫区だから、神戸市兵庫区も中央区のことよく分かってます。人口減ってるのに高い建物が増えていってるんですよ。そんなわけないんですよ。高さ低くならなきゃおかしいんですよ、人口減ってるから。大阪も同じ、東京も同じ、ガラガラの空きのテナントずっと作ってる。この辺も同じです。テナント空いてるのに新しい物流センターがもともとあるんですよ。あって、黒猫山本さんとかがここ近年新しく作ったり、作り直したりしてるのに、物流センターを。で、他の物流会社もいっぱいあるんですよ、10社を超える。阪神流通センターっていうものが、西宮市の北部にあって、今度隣接するその隣に大きな物流センター作ろうとしてるんです。それ何見てそうなったかって言ったら、ワールドビジネスサテライト、数字でしか頭の中で考えられることができなくなった人たちが身勝手にもの言うから、ワールドビジネスサテライトが言ってるから、みんなそれ本当だって思うんでしょう。あの番組ほど嘘言う番組ありませんよ。戦争のフェイクニュースと同じぐらいきつい番組です。何してるかって言ったら、せっせせっせと未来の人の命奪ってる。業務上過失し、なぜならエネルギーの輸入が止まったら日本の物流はほぼ全て止まって、スーパーマーケットに食料が並ばなくなって、ほとんどの人が死にます。まず生き残れません。インフラの復旧不可能になります。一度壊れたら水道水とかです。どうされます？新しい店舗なんか出店したらダメなんですよ。出店するとしたら、もともとエコールリラにあった空きテナントのところに松屋さんが出店したらよかったんです。スーパーマーケットはすぐ隣、イオンモールの。消費期限、賞味期限が迫ってきたものをスッともらって、自分たちで作ってすぐ提供。それだけしといてくれたらよかったんです。あとは豚肉もそうかもしれない。豚肉もだから昔は吉野家さんを扱ってたんですよ。自分たちの店としてどうあるべきかっていうのをまず分かってない。それはスーパーマーケットも同じ。スーパーマーケットも、棚に並べる食料を減らさなければならない。それはお菓子も同じ。例えばピーナッツチョコレートに関して298円で販売されているものが198円で販売されている時はあります。食べます、ジンマシン出ます、たくさん食べると腐ってて売ってるんですよ。過剰生産なんです、どこも。本当の人口分かってないから。でもスーパーマーケットの食料とか置いてる棚はずっと少なくなっていくんです。人口が減ってるから。老人ホームとかももう増やさなくていいんです。団塊の世代の人の話は、第二次世界大戦とかがあって海外行った人たちで、死亡届が海外から回ってきてないんです。二重国籍、三重国籍になってますから。で、それを安倍政権の時にしっかりと海外から死亡届回してもらってください、こちらからも回しますっていうことで、急に人口がガタベリしたんです。
1年間で40万人とか、それが本当の人口で、本当の人口に今近づけていってるところなんです。だけども今の人口の表記の仕方だと、満州国と台湾と朝鮮半島、要するに北朝鮮と韓国の総人口でしか表記しないから、あの範囲内で人口はずっと減り続けていってるんです。だ、想像以上に1億人っていう数が多かったっていうことなんですよ。1億っていう桁がね、だ何千万人っていう数自体が多かった。だ、そんなに遠くない未来、2100年までに日本人の人口は2000万人どころか1500万人ぐらいか、それ以下になりますよ、今の状況だと。だからそれ分かってますかっていうことなんですよ。だから経営者になるぐらいなのにそれすらも分からないでっていうのが僕の本音なんですね。新しい商品増やしてるから、あの飲食店としてもこれ現場入ってない人が経営に回ったでしょうって、現場で大変な思いしてないからなんですよ。品数なんか増やしたら絶対ダメなんです。食べるものあまり変わらない。ドレッシングを常温でそのままテーブルの上に置いてる、論外。絶対冷蔵庫。お客様にドレッシングは2種類あるんだったらどちらにしますかっていうのを聞いて、でそのドレッシングをかける。それはホールの人間が行ったように、もうドレッシングなんか1種類でいい。本当はあんまりみんなドレッシングにこだわってないから、そしたら聞かなくていい、早い。それがもともとの吉野家流、もともとの商売の仕方。補助金もらうからおかしくなった、自分たちで考えなくなったから。しっかりと IT 機器なんか使っちゃダメ。あの IT 機器で、その吉野家さんじゃなくて松屋さんでね、兄の中町のその IT 機器を使ってタッチパネルでね注文するときに不具合が発生して、で電話して、まあ、対応される方が出てこられましたけども、まあ役員さんなんじゃないですか。でまあそのまあ丁寧な対応していただきました。でそれはいいとして、そのコンピューターの世界、 IT の世界がどうなってるかっていうところの知識に関してはちょっと甘いなと思いました。本当の話の方です。裁判所は真実が全てですから、隠蔽なんか政府はねし始めたらダメですから、これは通ります。岸田さんも知り合いです。安倍さんも知り合いです。安倍さんの2期は、2期目は私の方からの提案でしていただきました。他の党の人たちにもお願いして、外交を固めるために。それで、アメリカのトランプ大統領に、まあ北朝鮮と韓国国境を越えて、首脳会談だとかそういったことをしてもらいました。ムンジェインさんの時に。いずれは合併しなかったら人口は減りすぎてるからなんですよ。だから妥当なところで考えたら、今の本当の人口って北朝鮮と韓国合わせて2000万人ぐらいじゃないですか。日本だって4000万人いるかどうかわからないですから。本当のところは神戸市の人口よりも24の県の方が人口少ないんですよ。で、神戸市も100何十万人いません。100万人絶対いません。家の件数知ってますから。だからそれ考えて商売しなきゃならなかったっていうことなんです。でドライブスルーなんか作ったら負け。ガソリンたくさん消費されるから。営業時間長くしたら負け。もともと24時間営業のスカイラークとか、その他ファミリーレストラン全部倒産してます。早い時なんかもう10年以内ですよ。当たり前ですよ。余計に人件費出ていくんですから。夜中にお客さんなんか来ない来ない。誰かがそれをするから営業効率悪くなるんです。セブンイレブンという会社は朝の7時から夜の23時までの約束ですよ、で始まったのがセブンイレブンなんです。ローソンが破っちゃったんです。日本のタモロとかされたりして鬱陶しいでしょ。もともと昔はコンビニに
暴走族とかが集まっていた。鬱陶しいでしょ、怖いでしょ、従業員の人。そしたらもう7時から23時までしないと。で、7時から23時っていうのも、その弁当をね、会社に行くときに買っていく人とか、そういう人のためで、夜仕事遅く帰ってきた人、スーパーマーケットが、昔はね、本当は8時、20時までだったんですよ。朝も10時からですよ。神戸市兵庫区のダイエーですらそうだったんですよ。あれだけの人口密集地帯ですよ。中央区と隣接しているところですよ。だからまあ、ただスーパーマーケットは近隣で歩いて来れる範囲だから、まあ、ただ僕は神戸市兵庫区東山町に住んでましたけども、三宮まで歩いて行ってましたよ。ほとんどの人はそうしてます。電車賃もったいないから。それは良い行動である。エネルギーの残存量問題に対応してる。車で行ってるやつもう売却させなさいっていう話ですよ。そうじゃなかったらもう世の中無理だから。言いました、ガスに関して残存量残り49年分であると。で、その天然ガスの7割以上は石油の揮発したものなんです。石油は残り54年分なんです。技術的採掘可能埋蔵量、ロシアが今1万5000メートルまで、底掘ってくれてるらしいですけども、ウィキペディアの情報はどこからどこまで本当か分かんないんですよ。もともとエネルギーの消費に関してアメリカがもともと世界1位だったんですよ。その次に中国で、その次は日本だったんですよ。今は中国の方が人口的にも発展してきたからアメリカを追い越して1位かもしれませんけども、アメリカはもともと第二次世界大戦の後も、アフガニスタンもそうだし、ベトナムもそうだし、その他の戦争に全部介入していたから、エネルギーの消費がものすごかったんですよ。だから技術的採掘可能埋蔵量が、2011年ぐらいのデータで11年で、今も2022年のデータで残り技術的採掘可能埋蔵量が11年なんですけども、ずっと深く掘って掘削地点とかをずっと増やしてるんです。何十年も前から。それでどうにかしてる方、なんとか横ばいで残り技術的採掘可能埋蔵量11年でキープしてるだけで、もうあの限界来たらもうこれえらいことになります。大変なことに。で、コロナウイルスっていうものは生物兵器で、もともとインフルエンザも医学業界が作ってたんです。医療業界と科学業界が。で、生物兵器に関する条約があって、それを作るともちろん違法行為であり、多分死刑判決ですよ。あれだけ人殺したら死刑判決のある国ではね。1500万人、まあこれもインターネット上の統計だから、まあ正確な数字か分かりません。数数える方が人間の方が追いつかないから、もう大体これぐらいっていう数字で出してると思います、国連の方で。ヒトラーもびっくりですよ。なぜかって言ったら、人減らしのために生物兵器を作った奴らが存在するんですよ。で、今年インフルエンザはもう放送されなくなったでしょ。それは世界中に僕の方からも言ってます。とにかく医療業界の人間全員捕まえなさいって。口座、土地、建物差し押さえて、で、そこの生産ラインのところが金属回収地点、掘るよりも早い。そういうところいっぱいある。エネルギーの残存量問題を覚えないで経営者に絶対になっちゃダメですよ。法律もある程度は覚えておいてくださいよ。まだ松屋さんから何回もジンマシンを出させた、まあ3回ぐらいは出てますけども、最初気がつかなかったんですよ。そのドレッシング、うっかりしていてかけてしまって、テーブルの上に置いてあるものね、あれもかけた、100発110でした。ジンマシン体えらいことになりました。ジンマシンの面積や、でも本当は慰謝料払ってもらわなきゃならない。最初から、仕事の仕方はよくわからないように経営者なんかなっちゃダメ。実力はないんだから。実力社会の世の中に変えなきゃならない。コネとか癒着で仕事なんか絶対しちゃダメ。知識あるかどうか。以上です。
あと行政の人たちも絶対動いてくださいよ。仕事の仕方、昔も言いましたよ。入店拒否だったら雇用助成金止めるよ。ストアマネージャーの名前なんだったかな。まあもう一つ通報した時の内容、撮影しますね。ちょっとストアマネージャーの記録が出てこなかったので、まあまあまた探すなりなんなり、まあその時働いてる人見たら分かりますが、昨年の2023年の、8月9月に働いていたもの。簡単、すぐバレる。